北口君津駅は、千葉県君津市東坂田一丁目にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。木更津駅東駅間は、内房線で、最も距離が長い区間である。また、起点の蘇我駅から東駅までは、複線区間、2番線ホームに停車中の209系、改札口端式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線の合わせて2面3線を、有する地上駅で、 京城駅舎を持つ、1番線の山側に2本の留置線があり、下り方に引き上げ線がある。なお、3番線の海側にも数本の留置線があり、交通建設の車両の留置などに使用している。旅客用の車両が留置されることはない。北口に通じる、古線橋が長いのは、かつて貨物扱いがあり、駅構内が広かったことによる。2007年4月には、エスカレータエレベーター、 多機能トイレが設置された。2009年6月には各ホームに待合室が設置された。直営駅であり、管理駅として、青堀駅浜金谷駅間の各駅を管理している。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機、自動生産機が設置されている。ホーム、改札口ともに、電光掲示板が設置されている。改札外にニューデイズコインロッカーがある。 公衆電話は、駅車内には改札外に1台、改札内に1台ある。鉄道関連施設として、交通建設木更津工事所がある。駅の南口、北口ともに、駅前は広めなロータリーとなり、バスやタクシーの便がある。参考資料、JR 東日本全線、決定版、鉄道地図帳、第4巻、水戸、千葉支社館内編。 学研2010年3月2018年度の1日平均乗車人員は8251人で、ある JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、周辺の道路南口、中野、久保、南久康、及び、瞳も参照機密市役所機密、警察署駅南口には、 市の行政施設が集約している。イオンタウン、秘密など、大型商業施設も点在する。東、坂田、大和田は一部南口側にもかかる。北口、東坂田、西坂田、坂田、秘密大、高坂、陽光大、北久安、及び、大和田も、参照駅北口より北東へ、徒歩約12分ほどで、木更津市との境があり。 君津市近隣の木更津市立旗沢小学校などは、当駅が最寄り駅となる。千葉県立君津高等学校周辺には、教育施設が集約している。南口バス乗り場南口ロータリー日東交通、大新東によって運行されている。日東交通、京浜急行バス、京成バス JR バス関東、鴨川日東バスによって運行されている。 成田空港行きは2014年7月23日より、木更津駅西口発着に変更、東日本旅客鉄道内房線、快速木更津駅機密駅通勤快速、快速、普通木更津駅機密駅青堀駅青、堀方で運転される、京葉線直通列車は、平日に通勤快速、土休日に快速が、それぞれ上り一本のみ設定されている。 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間、ありがとうございます。